我が名は覇王、この世界を支配する者。というわけでね、皆さん、覇王重大実装来ました。覇王重大、今回はですね、またラジオ動画になるんですけれども、覇王重大のキャラクター評価、キャラクター格付けですね、まあ、あの恒例の、いつもの恒例のやつやっていこうかなと思っております。覇王重大さん、まずそもそもですね、かっこいいですね、やっぱりね。そもそものマジでかっこいいっていう、まあ、あの来てくれてありがとうっていう、まずは言いたい。まあ、どういうキャラクターかっていうと、異世界の戦いで仲間たちを失った10代の心の闇が作り出した幻影ですと。だから10代くんがうつ病になりまして、で、あのうつを発症しまして、本当はあのユーマ先生に見てもらった方がいいんじゃないかなと思ってるんですけども、うつ病発症すると、あの心の闇が爆発しまして、でそいつが覇王10代になってしまったという感じですね。で、弱肉強食の異世界を力により支配すべく、覇王軍っていうね、軍があるんですけど、それを率いて勢力を広げていくと。でジムの意志と、オリハルコンのマナコを受け継いだオブライエンと相打ちになり消滅するんですけど、まあ、あの10代くんの心に宿りね、まあ、それ以降もね、超融合とかで助けてくれるっていう、まあ、そういう、まあ、キャラクターなんですよ。まあ、ぜひね、あの遊戯王 GX のね、130話とかだと思うんですけども、見てほしいんですけど、あのね、ジムはかっこいいんだよね、オブライエンがマジで笑えるんだよね。オブライエン、この人ね、オブライエン。オブライエンくんね、あのね、びっくりするくらいね、あの逃げるんですよ。なんかその辺の、あの雑魚キャラでも出さないような、うわーって言いながら、なんかすぐ逃げるんですよ、覇王の前から一回。そのシーンマジでおもろいから一回見てほしいんですけど、今日はこの俺は覇王のね、キャラクターの評価、ごめんなさい、脱線しちゃってやっていきましょう。この覇王くんの、まあ、そもそも、まあ、ちょっと雑談的な感じで、まあ、評価していくんだけど、最初はね、人間性的な感じで、人間性評価。まず男の子からの憧れ度、これ星5ですね。やっぱりですね、多分ね、男の子って正義のヒーロー好きなんですけど、これ闇落ちヒーロー結構好きなんですよ。なんかそのまあアークファイブで言うとこのユートみたいなね、あのああいうなんかちょ若干闇が深そうなヒーローってすごい全員好きだと思うんですよね。僕もめちゃくちゃ当時好きでした、あの覇王10代は。なので男の子からの憧れ度は星5です。衣装も無駄にトゲトゲしてるんですよ。なんかウニかなっていう。なんかウニみたいなトゲトゲがいっぱいあってさ、でデュエルディスクもなんか扇風機みたいな形してすげえ回るの。多分ねあれ涼しいんじゃないかなと思って、デュエル中俺もデュエルディスク欲しいなと思ったことは一回ありましたね。で声、ボイスですよ、ボイスはね星5ですね。このここもまた先生、我が名は覇王、この世界を支配する者。かっこいいよね。あのケンさんね、声優のケンさんがよりその10代よりもより低音が聞いた声を発してるんですよ。こっちはさ、ほら明るいじゃん、デュエルだろ、ワクワクするぜね、明るいでしょ。これ声優さん同じですからね、これ同じですよ、全く。これもそう、どんなデュエルだろうと全力でやるだけだ。イケボじゃんこれ。俺は力の示す道を全うするのに。これかっこれすごくない？このなんかこの声の使い分けめっちゃ好きなんだよね俺。このより低音が聞いたこのなんだろうな、そのなんだろう、膣に響くっていうの、まあ、女性デュエリストだったら、まあ、多分膣にこうグッと響くような声、これがね素晴らしいんだよね、この声。そのケンさんのそのなんかドスの聞いたね、ちょっとこの低めの声がすごいかっこいいっていう話ね。ここだけ言っておきたいことはですね、覇王ゲットイベントの仕様ですね。覇王ゲットイベントの仕様、これ星1です。これ星1。ガチでうざいこれ。覇王ゲットイベントってさ、今イベントこれ来ててさ、このイベントな。これさ、まあ、イベント自体は29日から始まってるんですよ。4月の29日から。で、まず、覇王くんが来たのが8月の1日なの。そのさ、毎回思うんだけどさ、そのイベントキャラゲットイベント開始って言ってるさ、なんか4日後くらいまで新キャラ来ないのなんなん、意味わかんないんだけどあれ。なんかそのログイン維持率がどのこうのとか知らんけど、なんかその覇王をゲットイベントするんだったらもうさ、やるときからよこせよと思うんだよね俺。めちゃくちゃうっと、すげえ腹立つのこれ。でさらに腹立つ仕様があってさ、
イベントってこれキャラクターゲットするのにこのなんかキャッスル DD キャッスルだっけで、このイベントの DD キャッスル覇王編っていうのを駆け上がる必要があるんだけど、ねそもそもね7月の29日時点ではこの15回までしか解放されてなくて、で8月の1日の14時になるとやっと覇王ゲット解放覇王ゲット権解放みたいななるんだけど、解放されてから15回から29回までこれ登んないといけないんですよ。しかもこれやってることマジただのモブ狩りですからね。あとうざいのこのね27回のこのねこいつデ、デミスこいつねなんかね無駄に強えのこのイベント考えたやつマジくたばれって思ってるんだけど、それがマジでうざかったポイントこのイベントので、さしかもさこのゲットした後にさこの覇王くんのさ、まあ、スキルを掘るわけですよ。それがさこのフリー対戦をやんないといけなくて、なんかそのお知らせにこの間なんかフリー対戦のボットなんか駆逐しますみたいな感じのなんかそういう意味なのかな書いてあったけどさ、ボットしかいねえんだよマジで、マジでボットしかおらん、やばいでしょこれ。これとかこいつなんだエレキボットだろこれで、これはこれはなんか謎だなこれ、なんだこれ、あれだ、打点高いモンスタービートだこれ、多分1800ビートみたいなやつなんだけどさ、ひどいでしょこの状況。とりあえずちょっと一回、ま、通報だけしとくけどさ、改造育成ツールつって、ま、こういうことをねぜひ皆さんもやっていただきたいんですけど、本当にフリー対戦が死んでるのはマジで良くないから、これさっさとして、だってさこのフリー対戦のこのボット相手にスキル掘る作業何が楽しいみたいな感じですね。あもちろんボットがいなくなったらいなくなったでスキルを掘りづらくなるから、それはそれで問題あるから、だからもうさ対人戦じゃなくて普通にスキルのなんかそのなんだろうドロップ、まあそのなんかこういうモブキャラとかからできるようにしろよと思うんだけどね、マジで意味わかんないからこれ、本当それだけは本当に不満です、はい、っていう、まあ、不満も全部言ったところで、早速ですね、スキルとカードレベル報酬、を、評価していきましょう。でまずはね、レベル報酬から、お話ししていきたいんですけども、レベル報酬星2ですね、星1に近い星2ですね星1でもいいぐらい、これさすがに弱い、さすがにカードパワーが低すぎる問題が発生してます。マレシシャス、ベインっていう強いモンスターね、イービルヒーローの、まあ、強い点っていうのはアダスターゴールドっていうモンスターと、あとマリシャス・ベインっていうモンスターがいまして、この2体がめちゃくちゃ強いんですよ。この2体は本当 OCG のヒーローデッキでも出張させたらすごいパワー発揮するしめちゃくちゃ強いんだけど、ねカードパワーが高いイービルヒーローが全部実装になってなくて、カードパワー、ベインとアダスターがぶち抜け、ズバ抜けで高いんだけどさカードパワーは、ベインは、破壊相手のモンスターをぶっ破するよっていう効果と、あと破壊耐性戦闘効果でも破壊されないみたいな効果持ってるんで、まあ、完全破壊耐性みたいなの持ってるんでめちゃくちゃ強いんですけど、もうなんかね正直ベインもなんか出していいんじゃねと思うレベルだわこの環境的には。これなんでかっていうとやっぱフリーチェーンの除去がすごいいっぱいあるっていう、まあ、月の書とか、まあ、いろいろねデモンチェーンとかドキュー部隊とか今ブレイクスルースキルも来たけどのとか、あとバウンス、除外とかめちゃくちゃ多いじゃないですか今。月の書を裏側にするもあるし、月の書とかで裏側にするインガー切断で除外するハーピーの SC でバウンスするトレミスでバウンスするいろいろあるじゃないですか。だから破壊耐性が強いわけないんですよこの環境で。だから破壊耐性が強かったら だってさスカーレットノバドラゴンもっと活躍してると思わないでしょ。だからいや別に強くないですよ破壊耐性自体は。だからそんなにねまあ戦闘破壊耐性は強いけどね、普通に戦闘破壊耐性は強いけど、なんだろうな、マレシャスペインはスキルでなんかぶっ壊れスキル1個だけ欲しかったなっていう感じ、まあ、カード実装はちょっとやりすぎかもしれないけどね。でアダスタゴールドっていうのは手札から捨てるとダークフュージョンかダークコーリング持ってくれるよっていうカードなんですよね。それも欲しかったなっていう、1枚くらいはね欲しかったなっていう感じ。マジでねカードパワー昭和すぎてさ、報酬見るとさ、まあ、フェザーマンじゃないですか、バニアですよね、でバサーゴ融合ダイオンモンスター、これ覇王の側近なのかなこれは。で、デジャスクロー、これはあれです、原作で使った装備魔法ですね、まあ、別に強くないです。でダークフュージョンは、まあ、融合みたいなもんなんで覇王10代なんで、このまま挨拶ですよね。
で、インフェルノウィング。これフレームウィングマンのイーブルヒーロー版。うん、別に強くはない。で、あとはもう繰り返し、この辺の。あ、ワイドサイクルがどこにあった？ワイドサイクルのこれか。ワイドサイクルのこれ。で、レベル45の報酬もインフェルノウィングなんですよ。手抜きでしかないの、これ。せめてダークガイアはよこそう、みたいな。だから、まあ一応、今後の強化が期待できるっていう意味合いでは、まあ強化期待できるんだけどさ、さすがに弱くねえと思ったね、この報酬は。まあ、マリシャスメインないとね、下級イービルヒーローが基本的に有望素材になることないんだよね。だから、まあちょっと残念でした。報酬カードは。んで、スキルなんですけど、スキルはね、星3。から4くらい、まあ、4は行き過ぎか、まあ、3.5 くらいは上げてもいいかなと思ってますね。これね、スキル、まあ、汎用スキルの話からすると、まず粉砕使えると。これ粉砕ヒーロー使えるんで、ちゃんと覇王10代でヒーロー使えるから嬉しいなっていうのと、あと闇カム誘惑ね。これサンダードラゴン使えるんで、これで覇王サンドラっていうね、めちゃくちゃデッキ名がかっこいいデッキができるんで、まあ、これは嬉しいかなっていうところですね。でね、固有スキル。固有スキル10個あるんですよ。1、2、これが固有っていうか、まあ、10代も使えるからあるけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。10個あるんですよね。固有スキル。すげえ多いです。嬉しいです。で、一番強いなと思ったスキルは、これだね。覇王城権限。これがね、やっぱり一番可能性を感じる。俺個人的には覇王城権限、自分のフィールド上にフィールド魔法が存在しない場合に、手札の融合魔法カードを、相手に見せるとデッキ外から、覇王城を自分のフィールド上に出すっていう、まあ、そういうスキルなんですよ。だから融合見せるだけでカード1枚増えるんで、カードプラス1で、ダークフュージョン以外の効果で融合召喚できるようになるんですよ、覇王城って。だからネクロフュージョンとか普通に融合とかでも単純にね、イーベルヒーロー出していけるし、あとこの戦闘する場合のこのダメージ計算時にイーベルヒーローを送るとなんか打点アップするっていう方法も、これめっちゃ強いんですよ、これ。今だとマリシャスデビルとかがレベル8なんで、1600とか上げることができるんですよね、ダメージ計算時に。すげえ強くてさ、いきなりダメージ計算時1600打点上がるんだぜ。さすがに強いじゃん。これが一番可能性を感じている。まあ、正直カードで欲しかったっていうのはある。ただ。で、一応上から見ていくと、まず悪魔戻し。これはまあ別に強くないかなと思ったんだけど、自分のモンスターが戦闘で破壊された次の自分のターンに、自分の墓地に存在する元々の種族が属性が悪魔族地属性のモンスター、一体を手札に戻すと。まあ、これイーヴィルヒーローがね、悪魔族地属性が多いんでね、これを手札に戻すことができるよっていう。で、その後自分の手札を一枚できて戻すよっていう感じなんですけど、まあ一応、戻せるっちゃ戻せるのかもしれないけど、これ手札戻しちゃうし、アドバンテージ稼げないんで、これは別に強くないかなって思いました。はい。で、イーヴィルチェンジ。手札のイーヴィルヒーローモンスター1体をデッキに戻して、戻したカードとは異なるイーヴィルヒーローモンスター1体、または、ダークフュージョン1枚をデッキから手札に加えるっていう。で、このスキルは、悪魔族モンスターのみのエクストラデッキを設定して、デュエルを開始したら、デュエル中に一度のみ使用できるっていう感じなんですけども、まあ一応エクストラは悪魔族だったらいいから、まあ、例えば DD とかね、ディファレントディメンション DDD とか DD とか、あと悪魔族融合だったらプルガトリオとかいるんだけどそういうモンスターも一応入れられるんで、まあ、ワンチャンあるかなっていう。ダークフュージョン自体はね、融合召喚したらモンスター対象に取れないよっていう、そのターンはねっていう耐性効果があるんで、まあ、ワンチャン強いです、これに関しては。はい。まあただデッキ持ちだからね、これポチ送ってほしかったみたいな感じがあるね、っていうのイーベルヒーローモンスターね。はい。で、これはだからワンチャンある、ワンチャンある。で、究極の力を解き放ては、20代くんと一緒ですね。はい、割愛。で、まあ、超融合を使えるんで、まあ、超融合を使うんだったらこのスキルしかないわ、今、デュエルリンクスは。で、最強のイーベルヒーロー。デュエル開始時に、これは、赤き竜の技的な感じですね。マリシャスエッジと、ダークフュージョンを追加する。さらに、エクストラデッキにイーベルヒーロー、マリシャスデビルを追加するっていう、そういうスキルですね。はい、でシニスターコーリング。これね、結構強いと思ってて、縛りめっちゃきついんだけど、スキル。テキスト長っ。読む気見せるよみたいな感じなんですけども、このスキルは結構強い。1ターンに1度手札の、イーベルヒーローモンスターを捨てると、ダークフュージョンかダークコーリングを手札に加える、まあ、融合系ですね、融合系のカードを手札に加えるか、デッキ外から、シネサネクロも墓地に置くっていう効果ですね。
あのシネスタネクロムっていうのはこれカードでないからさ、これもまあ不満なポイントではあるんだけど、こいつは除外するとあのデッキからイーブル手札デッキからイーブルヒーローモンスターを特殊ができるっていうめちゃくちゃぶっ壊れ効果を持ってるんですよ。まあ、イーブルヒーロー自体が弱いから許されてるだけであって、これ効果自体はめっちゃ強いじゃないですか。除外したら何でも特殊ができるって、だからマイチャスエッジとかね特殊ができるんですけど、これを墓地に置くことができると。で、シネサネクロム自体は、置くことは、デュエル中に1回しかできないと。で、このスキルさらに、デュエル中に一応2回発動できるんだけど、まあ、融合を持ってきてシネサネクロムを墓地に置くっていうことは一応1回ずつできるんだけど、これが条件がすげえきついの。デッキを組む、時の、まあ、最近ねちゃんと遊戯王デュエルリンクス運営が学んできまして、頭良くなってきたのか知らないけど、ちゃんとスキルに制限をねいっぱい設けるようになってきたんだけども、デッキにイーブルヒーローモンスターかダークフュージョンまたはダークコーリングが10枚以上、存在する。要は10枚これ系のカードを入れないといけないんですよ。この縛りかなりきついです正直ね、うん、だから汎用カードをかなり積みにくくなるっていう感じですね。でデッキにイーブルヒーローおよびエレメンタルヒーロー以外のモンスターが存在しない。要はこういうイーブルヒーローとかエレメンタルヒーロー以外の例えばアレイスターとかクリーボールとかは入っちゃいけないんですよ。で、エクストラデッキに融合モンスター以外のモンスターは存在しない、まあ、要はエクシーズモンスターとかを入れてはいけないっていう感じですね。こんだけガチガチに縛ってるんでかなりデッキの自由度は落ちるんですけど、まあ、一応シネスターネクロムからエッジ出してエッジビートとかできるんで、まあ、これ一番可能性はあるかなと思ってる。条件きつすぎるのが問題だけどな、はい、で覇王城権限はさっきやったね。で覇王の側近、これは ね原作再現ネタスキルですねこれはねギャグ、デュエル開始時に自分の戦デッキにスカルビショップを追加するとこれ覚えてる、覇王編でいっぱい言った側近の一人よスカルビショップが。でドローフェーズ時に通常のドローを行う代わりに1000ライフ払う、減るごとに、ドローを行う代わりにランダムで、デミス、熟練の黒白カオスソーサラー、馬王を待てる王の中のどれかをドローするっていうね。これ覇王の側近、要は覇王10代がアニメで出てきたんですけど、その周り側近で固めてたと思うんですけども、覇王軍がこいつらなんですよ全員ね。だから要は覇王の側近をドローしろっていうことなんですよ、まあ、要はだからネタスキルですよ。で、やっぱ一個思いついてるのはこの覇王の側近のスキルを固定してデュエルしたら面白いんじゃないかなと思ってるんで、そういう大会はまたちょっとメンバーシップとかで開いていこうかなと思ってますねめちゃくちゃ面白そう。で、ヒーローの、ムクロ、自分のフィールド上に存在する、イブヒーロー融合モンスターの攻撃力が自分の墓地のエレメンタルヒーローまたはイブヒーローモンスターの数かける100ポイントアップすると。まあ悪くはないけどね、悪くはないけど、まあ別にここはさっきの覇王城とかでカバーしてあげればいいかなと思ってるんで、まあそんなに別になんかいらないし、粉砕とかでいかんみたいなことは思ってます。で粉砕さっきやった闇の逆になった闇の融合、自分の手札の融合1枚をダークフュージョンに変えると。でこのスキルは自分のエクサデッキのモンスターがエレメンタルヒーローか、イブヒーローモンスターのみのデッキを設定してデュエル開始した場合に、単純に一度かつデュエル中に2度使用できるということで、単純にやっぱダークフュージョンがサーチできるみたいなもんなんで、強いは強いんですけど結局手札融合なんですよねダークフュージョンって。だからアドバンテージめっちゃ素材をサーチできるとかじゃないとなかなかきついから、手札融合っていうのはちょっと弱いかなと思いますね。はいはい。で悪を支配する力、これもワンチャンあるとは思ってる、これからによるけど、エクストラデッキのイブヒーロー融合モンスター1体を選んで相手に見せると、そのモンスターにカード名が記されている融合素材をデッキ外から墓地に置く、つまりデッキに入れる必要がないんですよ。例えばこのインフレのウィングとかの融合素材ってフェザーマンとバーストレディなんで、こんなのデッキに入れてたら勝てないじゃないですか。なんでこれをデッキ外から墓地に置くことができるんで、これは強いです、はい。でこのスキルで同盟の融合モンスターは一度しか選べないよっていう、でスキル、一旦に一度かつデュエル中に二度しか、使用できないよっていう、感じです。で縛りが、3つあって、イーヴィルヒーローモンスターとダークフィジョンとダークコーリング合計で10枚以上存在しないといけないよ。これさっきのシネスタコーリングと一緒ですね。でデッキにヒーロー以外のモンスターが存在しない、まあ、これはビジョンヒーローとかディスティンヒーローとかも一緒に入れられるっていう感じですね。エレメンタルヒーロー、イーブルヒーロー以外にも、でエクストラデッキにイーブルヒーローモンスター以外のモンスターが存在しないということで、かなり縛りつらいです。エクストラにはイーブルヒーローしか入んないし、デッキにもヒーローしかいないし、しかもその中でもイーブルヒーローモンスターとかが10枚以上存在しないといけないんで、
まあ、基本的には、まあ、あのイーブルヒーローで固めていく必要があるっていう感じですね。まあ、そもそもやっぱイーブルヒーローモンスターがやっぱそんなに多くないからメインデッキに入るモンスターがやっぱねこれを実装するんだったらダークオーリンクがサーチできるアダスターゴールドがないときついね。アダスターゴールドがあればワンチャンダークオーリンクすぐサーチできるし、例えばねアダスターゴールド3枚とダークオーリンク3枚積んで6枚体制でこのスキルが使えるんだったらかなり強いと思う。だけどダークオーリング正直3枚しかねえし、今現状ストラック向いてね3枚しかないし、あとそもそも墓地に送られたところでダークフュージョンでは融合できないんで墓地融合するしかなくて、で墓地融合するためにはダークオーリングしかないんですよ。覇王城がスキルでしか実装されてないからネクロフュージョンとか使えなくて、だからなんだ覇王城発動したらネクロフュージョンとかで融合できるんだけどそれもないんですよ。だからねなんかねちょっと無能感があるねこのスキルに関しては。墓地に置くのはいいけどダークコーリングをサーチするアダスターとかあとまあネクロフュージョンが発動できる覇王城は実装するべきだと思う。基本的にこのスキルを実装するんだったら別にさこれ何覇王城とかアダスター実装したところで何も起きないから多分環境におそらくねだからね別にいいと思うけどな。まあ、ただ、シンプルにダークオーリングでね、ダークオーリングで、まあ、そのモンスターをバンっていきなりバンって出せるのはめちゃくちゃ強いから、あれだけど、アダスターゴールドないとね、安定感出ねえからな、このスキルは。っていう感じ。はい、で、リバースイーヴィルレベル6。自分の墓地のレベル、モンスター、または除外されている自分のモンスターの中から融合召喚された後に、フィールドから離れた、レベル6の、イーヴィルヒーローモンスター一体を選んで自分のフィールド中に出すと。このスキルはデュエル中に一度しか、使用できない。まあ、これはまあそんなに強くないかな。うん、で総括すると、覇王10代さん、まず、スキルは、ね、なかなか面白いんだけど、まあ、そもそもカードパワーが低い、カードパワーが、低すぎるっていう点と、あと、まあ、唯一カードパワーがちょっとだけ高いイーブルヒーローが全く実装されていないっていう点、これが不満です、非常に。なんで総合評価で言うと、まあ、2.5 くらいかな星2から2.5くらいだと思ってます。ちょっと環境には追いつけないカードパワーかなと思うんで、覇王十代くんが大好きな方はぜひね、レベルアップしてもらって、レベリングしてもらって、マリシャスベイン実装に備えましょう、といったところですね。はい。それでは、また次の動画で、お会いしましょう。バイバイ。